トニーの箱庭、時刻は午後25時を回りました。金曜日の夜更かしに聞いてほしいと思ってこの番組を始めました。MC は私トニーとミキサーのマナミーです。よろしくお願いします。このラジオは収録放送となっております。YouTube アーカイブやツイキャスなどでお楽しみいただけます。またリアル放送ではご家庭のラジオや車のラジオ、スマートフォンのアプリリスンラジオなどでお楽しみいただけます。ご自身の好きな場所で好きなドリンクとお好きなフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はゲストさん、はじめさん呼んだので早速ね、はい、紹介していきたいと思います。今回来てくださったゲストさんが今流れてる音楽を作ってくださった方なんですよ。で、県外で活動しているので今回はテレビ電話っていう形で、はい、ね、はい、やっていきます。はい、はい、じゃあ、アオンさんです。お願いします。こんばんは、お願いしますお願いします。すごい、お願いします。すごい、なんかさっきまで機械のトラブルがなかったかのようななんかいい感じでよかった。よかったよかった。コメントもいっぱいありがとうございます。よかった。アオンさん、簡単に自己紹介お願いします。はい、はじめまして、アオンと申します。作曲活動を普段はしています。透明感と浮遊感のある優しい雰囲気の楽曲を作っています。インストや歌物まで幅広く作っています。よろしくお願いします。お願いします。そう、この番組を決まった日に、うん、はい、FM ギノンで打ち合わせ終わった瞬間に電話して、うん、はい、曲作ってくださいその日にお願いしたんですね。そう、なんて無礼者なんだみたいなそうそうそう、その日だったんだね。そうなんです、この日だったんですなんと嬉しい、ありがとうございます。素敵な曲を。ちなみに今2人でね、打ち合わせって形でこの曲できたんですけど、なんかどういうイメージで作ったとか、どういう感じで作ったみたいなこだわりとかあったら教えてほしいです。はい、私作り始めた時はラジオのロゴと月が見える箱庭っていうタイトルから着想を得て作り始めてて、うん、トニーが沖縄っぽさも欲しいっていうことを言ってもらえたから、わがまま言いました。琉球音階を取り入れたりしてます。そうで、楽器はハープとピアノをメインでっていうオーダーだったから、すごい、全体像をこう先に作って、あと相談しながらね、なんか流れ星をイメージしてる、うん、キラキラした音が欲しいっていう、そうそう、最初のシャラララランっていうのを、そう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 、音楽室にある、わかります、はい、シャラララーン、あれ送ってこれくださいみたいなこれが欲しいみたいな、そうそうそうっていう感じでやってます。そうそうそう、あ、もうそうなんですよ、そう、ここで入れるか、よし入れちゃおうみたいな、ありがとうございます。こちらこそ、ちょっと暗くはなりすぎないけれども、確かに夜のしっとりさを残しつつ、優しい雰囲気を目指して作りました。そうなんですなんかコメントもちょいちょい来てます。高坊さんから、お声にも透明感を感じますねって来てますよ、うん、ありがたい言葉です、ね、なんかすごい、そう、優しさが溢れ出してるような声が、なんか本当にイメージで言ったらクラゲみたいな感じの、うん、そう、方です、そうそ
そうそう、透明感みたいな、はい、本当に透明感があって、で後でお願いしようと思ってたんですけど、ホームページがあって、はい、アオンさんのホームページがあって、もうそれもなんかすごいアオンさんの世界みたいなのがあるので、うん、ぜひよろしければ後でツイキャスに貼ってもらおうと思ってたので、はい、ぜひぜひ貼ってお願いします。そう、お願いします。表記はどう書くんですか、アオンさん。アオンさんはローマ字でアオンです、はい、そうそうそう、はい、そうなんです。で、文字で、はい、そうですね、アオンさんです。で、アオンさんが、まあ、県外でね活動してて、はい、どうやって私たち出会ったのみたいな感じになるんですけどね。そうそう、もともと高校の先輩でございまして、はい、そういうつながりです。そうなんです。で、アオンさんは音楽の大学に行くって言って、うん、内地県外に飛び出してみたいな、そんな、待って、マッチングアプリとかって、マッチングアプリって女の子同士がつながる世界はどこなんですか。そうそう、そうなんです。地元の、はい、先輩後輩でございます。先輩後輩ですね、一個違いですね。そう、一個違いで、そうそう、懐かしい、なんかアイスクリームを2人で食べた日を思い出す。真冬の、そう、真冬、はい、真冬に食べました。懐かしい、めっちゃ懐かしいです。近くのスーパーで。そうそうそうっていう感じです。そうそうそう、へえ。じゃあ今はあれですよね、音楽活動っていうか作曲活動しながらも活動してるっていう感じ、はい、そうですね、神奈川の方で作曲活動してます。そうなんです。そう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 。だからこの歌詞がある曲とかも作るし、この歌詞のないインストっていう曲も作るし、はい、そうそうそう。アオンさん自身も、そのなんだっけ、曲を出してて、ああ、ご自身でも。そう、そうなんです。っていう感じで。そう、すごくないですか。なんかもう自分からしたら、ね、音楽は経験あるけど、うん、このなんだろう、ピアノ1個で作るとかだったら分かるけど、はい、なんかいろんな楽器を作るっていうのがすごいと思って、そうそうそう、恐れ多い、そう、すごいなと思って、頼んでよかったなって本当に思います。あ、そう言ってもらえるのが本当に一番作曲冥利に尽きます。そうなんです。そう、ちょいちょいコメント来てる、はい、ね、埼玉のゴーさん、ゴーさん、うん、何曜日の何時からの番組ですか。あ、そうですね、改めて番組の そうですね、金曜日の、日付変わったら土曜日になるんですけど、25時からオンエアしてます、はい、そう、金曜日のお供に聞いてほしいと思って始めた番組、トニーのミール、はい、箱庭で、月のミール赤に箱庭です、はい、そうなんです。ふう、すごい、なんかそう、絶対もう最初に出てもらおうと思ってたので、うん、そうそうそう、ゲスト、はい、記念すべき初ゲストですよね。そうです、そうなん、そうです、そうなるのは運営だ。そう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 、もうこれで思う存分たくさんゲストを呼べるみたいな。すっごいよかったです。はぁ、そう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 、ふう、ちなみに私がやってる ISD 個性心理学では、うん、そうそう、アモンさんペガサスなんですね、うん、そうそう、ペガサスなので、そう、直感力がすっごい冴えてて、そう、だからひらめきの天才で、ひらめきの天才じゃないと多分ここまで、あ、音楽も作れないよねっていう形になりますかね。そうなんです、そう、すごいです。だから会話する時もなんかほとんど擬音語が多いイメージがあります。なんかわーっと確
私はもう LINE でも使っちゃうからね。そう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 。っていう感じな方です。すごい。でございます。そう、すごい。一旦曲流しますか。はい。曲、今日は何を全然流して考えてなかった。アオンさん、何かリクエストありますか。リクエスト、何でもいいですよ、好きな曲。好きな曲、何でもなんかよく聞いてる曲とか、はい、何でも大丈夫です。じゃあどうしようかな。私大好きな作曲家さんが、アーティストさんがいるんですけど、はい、それで名前出したら、あ、いいですね、流していただける感じですか。はい、探してみて。本当ですか。荒井明乃さんっていう方なんですけど、はい、出てきますね。すごい。あ、出てきましたか。はい、じゃあ覚醒都市っていう楽曲。覚醒都市。あります。あ、あります。あ、じゃあこの曲をお届けしましょうか。はい、やったー。はい。では皆さん、お願いいたします。お聴きください。はーい。すごい。そう、今回ゲストさんなのでリクエストはアオンさんにお願いしました。やった今ちょっと放送収録では音楽が流れてるんですけど、はい、はい、そっか、なるほどなるほど。そうそうそう、ツイキャスの人たちにはねちょっと聞こえないんですけど、確かに皆さん調べて調べてみてください。埼玉の郷さん、今度流しますね。私単独の時にね、そう。あ、なるほど、リクエスト。そう、リクエストいただいてるのに申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。今どれくらいですか、時間？今12分くらい経ってます。なのであとちょうど。半分ちょっとくらい、あと15分じゃないか、あと13分くらい。おー、よかった、はい、曲はじゃあある程度いったら下げて、うん、下げて後ろで、うん、了解です。すごい。じゃあ、名前何でしたっけ。じゃあいきますね。はい、はい、お届けした曲は、何でしたっけ。荒井明乃さん、荒井明乃さんの覚醒都市、はい、でした。ありがとうございます。はい、すごい。この曲も世界観がなんか感じられるような、そう、なんか、そう、アオンさんが聴く曲結構なんかすごいなって思います。私はこの方が本当に大好きで、高校生、沖縄にいた時からもう遠征してライブを聴きに行くくらい好きで、ファンクラブにも入ってます。すごい。原点みたいな方です、私の楽曲を作るにあたっても。すごい。いや、もう幸せを共有していただけてありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。へー、すごい。なんか、なんだろう、いつも高校の時にだいたい一緒にいたけど、確かになんか透明感のある人がなんか好きなイメージでした。なんか文芸っていうか、なんだっけ、現代俳句、あー、短歌とか。あ、そうもうなんか透明感ある人が好きですよね。好きです。そう雪船エマさんっていう方。そう好きです。そうっていう方を教えてもらって、私も文芸作品とかちょっと好きだから、そう、うん、触れたっていう、そう感じです。そうなんです。そう2人の共通点はそういったところですか。そういう文芸作品、文芸でも多分この出るのは違うっちゃ違う気がする。けど、なんかその聞いて、あ、いいってなったら、なんか、
お互いに聞くっていう感じです。そう、なんかこれ話していいのかわかんないんですけど、アオンさん自身もなんか歌ってますよね。歌ってます。歌うんですか。そうそうっていう曲が実はあって、そうそうそう、私はあのそれをあの YouTube じゃないや、 Apple Music に入れてたまに、うん、聞いてます。ありがたいです。そうなんです。すごい。なんかでもあの曲はそのなんか透明感とは真逆なイメージ。そうですね、あれは歌唱、歌だけ私が行ってて、うんうん、曲を作ったのは私の友人なので、うん、はい。そう、なんか、なんだろう、なんだろう、多分このなん普段のアオンさんがなんか雪の妖精みたいなイメージだったら、なんかそれの真逆のなんか悪女じゃないけど、なんかそういう感じ、うん、なんか黒と赤が似合うような感じの曲。確かに、確かに。ですよね。確かに。そうそうそう。っていう感じです。そう。っていう感じで多彩な活動をしていらっしゃる、はい、表現の塊の、はい、はい、アオンさんです。恐れ多いです。よかった。っていう感じで、こんな感じで、じゃあ、はい、残りあと10分ないくらいなんですけど、あ、なるほど、はい、よかった。最後にアオンさん何か一言いただければ嬉しいでございます。はい、あ、どうしよう、なんかすごい緊張して何を言えばいいのか全部飛んでしまった。かわいすぎかよ。ホームページのツイッターのリンクを、ツイキャスの方に貼っちゃっても大丈夫かな。あ、もちろん、ぜひぜひ皆さん飛んでください。私もインスタストーリーの方で貼りますね。インスタ的、インスタこれですか。あ、そうです、インスタこれです。さっきあの曲の間にちょっと探してみて。おお。ありがたいです。すごい色合いがですよ ね、 この透明ですね。すごいですよね。実は描いてるんです自分で。あ、そっか、そう、絵も描ける。そう、絵も描けて曲も作れて、そう、天才。本当に多彩な方です。ありがたい。ぜひぜひ皆様あの押していただけると嬉しいです。やったー、お願いします。よろしくお願いします。ツイキャスに、ホームページとあと X のものを載せていただいているので、皆さんそちらから、はい、はい、ぜひお願いします。高坊さんのアイコンも透明感がされてる。そうそう、そういう、ありがとうございます。絵も描けるし、そう、すごい、すごいですよね、本当に。そうそうそう、そう言っていただけて光栄です。本当にもう出演もありがとうございました。こちらこそ呼んでいただきありがとうございました。よかった。はい、最後にちょっと来、あのなんかイベントがあるので、ちょっと告知だけしても大丈夫ですか。はい、よかった。7月7日の日曜日ですね、はい、まあ、伊佐公民館で西修羅マルシェが開催されますので、今月から、第3木曜日だけじゃなくて第1週目の日曜日も開催するということでしたので、あのドラッグ歩くカバースポットのラビンソワさんが主催している西修羅マルシェで ISD 個性心理学で出展していますので、はい、皆様ぜひお立ち寄りください。はい、すごい、もう、ま、毎月やるんですか。なんか毎月やるって言ってて、で私はもうタイミングが合えば出ようかなみたいな、おっていう感じです。すごい頑張っている。いやいや、もうっていう感じです。もう、ありがとうございます。残り、はい、あ、でも結構あるんですけど、あ、めっちゃあった。残り6分ありました。はい、すごい、まだまだちょっと聞けますよ、もしよかったですね。はい、なんか名残惜しい。よかった。
ひ、はい、で私聞きたいのが、はい、どういう時にそういう曲のアイディアみたいなのが降りてくるのかなっていう質問来てます。私は結構なんか絵を見たりとか本を読んだりとか漫画読んだりしてうわ作りたいって思ったら一回ピアノの前に座って、うん、スキッチみたいな感じで形を残しておいて、うん、それをいっぱいストックしてます。おーすごい。なんか音楽じゃない別の媒体からこう創作意欲を触発されることが多いかもです。だからそことそこを結びつけるっていうのがすごいなと思って、うん、そう、いやいや、そう、世の中にいろんな素敵な作品が溢れてるんで、もう見たらもうやりたくなる。そう、ちなみにアオンっていう活動名いつから使ってましたっけ？でも多分私が高校生の時は、うん、確かアオンって名前でもうすでにツイッターをやっていて、うんうんうん、その時は私美術部に入ってたのですよ、うんうんうん、実は1年生の時だけ。あで、うん、なんか絵を描くのが好きで、うん、絵を投稿してました。音楽とかじゃなくて。あー、なるほど。じゃあ、はい、この音楽的音楽活動し始めたのは高校卒業してからっていう感じ？あ、そうだね、そうなります。もともと絵から始まってるんですね。そう、そうなんです。そう、だからその絵から結局最終形態がもう音楽っていうこの結びつけられるその凄さが尊敬してて、いやいやいや、本当に本当にもう自分もだからやりたいことやってるけど、だからそのアオンさんがそのやってるっていうのを知れたから、なんか自分も頑張ろうみたいな感じに、はい、なれました。高坊さんが登録しましたって来てますよ。おー、ありがとうございます。あの私のインスタ、箱庭アンダーバーの527の方でもストーリーでなんだっけ、アオンさんの紹介ちゃんとさせていただきますので、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。CD も、私買いました。あ、そうなんですね。唯一多分身内のあれで買いました。はい、今度持ってくるのでぜひ聞いてみてください。ぜひ。よかったよかった。すごい、ね、そういった情報がちょっと私は今インスタを見てるんですけど、うん、たくさん載ってるので、なんかいろんな人に届くといいですね。そう、ぜひぜひ皆様、県外で頑張ってる沖縄人もいらっしゃいますので、うん、ぜひ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。といったところで残り時間もわずかとなってきましたので、今週はこの辺で、はい、終わりたいと思います。今週も見てくれてありがとうございました。お届けしたのはMC のタニーとミキサーのゲストのアオンさんでした。ありがとうございます。また見てください。ありがとうございます。はい、アオンさんもございます。できました。よかった、うん、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと最初バタバタしちゃいましたけど。